普通にやりましょうよ、普通に。あれ、7強で合ってますか？あれ、強靭だったよな。真面目にやってたんですけど、うん、だから強靭真面目にやってたんじゃない？方向性は本来違うんだけど。あ、そうだよ。うん。うん、強靭が強靭の人ダメなんだけど。無駄っぽくなって釣られないようにして、狼守るんだけど。まあ。でもまあ、狼守るって意味では自分が釣り地に上がるのは強靭としては、まあ悪くないと僕は思いましたけど。オッケー、じゃあやりましょう、長野さん。やりましょう、もう一回。と、テンプレってことでもう、これでいいっすよね。大丈夫です。はい、じゃあ準備完了お願いします。あ、薬害だけ決めてほしいですね、長野さん。あ、じゃあなしで。薬害と配送問題だけ。荒れるってだな、そこら辺だから。まあ、基本薬害はない村があるけど、ある人もいるから、はっきりしてくれっていう。選択しない場合、荒れるのは後、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。なんかね、3日目にハゲネがすごい、あ、2番悪かったんだ。3日目になんか6押せないんだよ。なんだろう、6、8って書いてある。8って自爆してないよなぁと思いながら、3番の王って高速自爆だったのに、なんだったらなんで8を自爆しないんだろうっていう、すごい気になってたところもあって。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。あ、トップバッターお願いします。特に必要ないプラビット G でした。ということで、あー、まあそうだな。うん、自分が狼を見つけるときに基準として考えているのが、まあ便乗する人と不当な殴りをする人、あと、あ、なんだろう、ちょっとどもってる人、焦ってる人っていう感じかな。で、ムラスラとか、もう盤面濁るのめっちゃ嫌いなので、もうそういう、なんだろう、ようわからんことした人とかも怪しく見ます。まあ、村人っていうのは、あの、なんだろうな、本気で盤面も見えていないから、まあ、悩むと思うんですよ。なんかそういうパッションも感じ取っていきたいかなっていうふうに思っているから、うん。まあ、ローっていうのはなんだろうな、まあ、頑張ってどっかにツリーチを持っていかないといけないから、まあ、不当な殴りっていうのは少なくとも一点もあるのかなと思って、そこを見ていこうと思います。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。特に支障はありません。まあ、3番に関しては、まあ2巡目盤面が整った時の発言でいいんじゃないかなって思ってるかな。まあ自分の考え方に関しては、まあ、まず発言として理屈として通ってるか通ってないかは重要かなとは思ってるかな。あとはまあ足してになって考えるってのは大事かなと思ってる。俺が仮に5番を白く見たけど6番が5番を黒いって言った場合に、なんで6番視点で5番が黒くなるのかなっていうのはしっかり考えたいかなと思ってるかな。まあ、あと、パッションとかは別に精査は基本的に自由だと思ってるけど、フィーリングとかをなんか押し付けんなって、自視点でちょっと完結させてほしいかな。俺はこう、パッション的に思ったけど、なんであんたは思わないの？だからあなたは黒いんだって言われると鬱陶しいなって思うから、なんなら釣りたいと思うから。そういうのはまあやめてほしいかなって言っておきますね。以上です。5番のプレイヤーが発言します。うん。3番はパッションも見たいって言うけど、4番どっちかって論理的に考えたいっていう人なんだねっていう。それだけですね。2人が白いとか黒いとかは、その2人のグレー精査が今言ったことをちゃんと守るか守らないかっていうので見ればいいんじゃないですか。私は、あの、村を残して狼釣りたいです。はい。ちょっと難しく言うと、SG1 の村人は残して、白狼釣りたいです。はい。まあ、裏を返すと、SG1 の狼は釣って、白い村人を残したいです。はい。あ、村を残して狼釣るってことですね。役は透かすことはあったら、釣ったらいいんじゃないですか。うん。走らせる人ってこのゲーム理解してますか？黒いですよ、あなた。うん。あなたは村で釣られたら終わりますよ、このゲーム。すら、うん、嫌われる行為なので、うん、やらない方がいいですよ。人間としてどうかしてますよ。少なくとも参考が嫌だって言ってんのに、それをやる人いたら、もうどうかしてますよ。やらないでくださいよ。以上です。6番のプレイヤーが発言します。
はい、私、村人陣営、特に仕様ないですです。仕様ないです。まあ、ごばあさん、ファッションで、まあ、いろいろやってきた人なんでしょうね。とりあえず他はちょっとわかりません。とりあえず、僕は、色落ちのしない人で、その中で一番最後の人を釣っていきたいなと思ってはいます。周りの人の発言に触れていって、皆さん発言していただければと思っております。まあ、とりあえず、それな、一周目聞いていきながら、二周目を発言して生きていきたいなと思って。7番のプレイヤーが発言します。なんか6番さん面白いっすね。なんか、はよ、お会いしましょう、みたいな。お会いしましょう、お会いしましょう。お会いしましょうっしゅね。自分はですね、3番さんと4番さんどっちの理論も、なんか心に入ってきたんっしよ。なんで正直、どっちが怪しいとかもないしね。それはもうそれぞれの考えと、とどめておこうかなと思っていますね。まあ、印象に残ったのは4番さんの方ですけどね。で、5番さんはまあ、もう僕と同じような考えで、それぞれの考えがあって、で、それで、SG1 を使わずに白狼するっていうことで、ちょっと自分には、どうやって見つけるのかよくわかんないんですけどね。そうですよね。6番さんに関してはちょっと、まあなんか、シュシュシュって感じでしょ。8番。久々だよ、ね。昨日の時、えらい目にあったけど。おはようございます、サーリンです。占い師をします。2番さんのイコナニさんが、ランダム白が飛んでおります。正直、霊能の方は出てください。本当に霊能の方は出てもらえないと、正直困りますね。まあ、騎士は2、1番目なら出なくていいです。そうですね。単体精査しようにも、3番さんから7番さんの間で、マジで色落ちがないっつうか、これ、やばい。本当に。ただ、一番この中で怪しいのは6番なんじゃないかと思ってる。正直、僕、6番が騎士だったら、めちゃめちゃ嬉しいなと思ってますね。6番が騎士だったら、出てほしいなと思ってます。伝説の、金ロールで勝ち格なのに、本当に巨人カムまで色落ちがないから、ちょっとこれ、2周目の、あと、あの、自分に票を入れてない方を噛むっていう。絶対負けだっていう。5番ってことに僕なるんですかね。正直本当にまだ色落ちがよくわからないんで、ちょっと2周目聞きたいなと思ってます。以上。9番のプレイヤーが発言します。まあ、そうですね。6番さん、7番さんあたりからなんか怪しくなってきたかなって感じなんですけどね、私としては。3番さん、4番さんは普通に進行論述べてて、で、もう6番さんとか7番さんってほんと色落と好きないんだなっていう感じがするんですよね。3番さん、4番さん、5番さんあたりはね。まあ、進行論。それもいいんですけどね、1周目は。前の人の精査をあんまり落とさないとやっぱりこういう結果になっちゃいますよね。だから、精査が甘い6番、7番あたりを釣り位置に持っていければなと思っておりますが、2周目次第ですね、やっぱり6番さん、7番さんも。ってな感じです。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。ランダム5番さんが白です。ランダム5番さんが白です。把握お願いします。で、8番さんなんだけどね、あんまり共鳴をね、感じないかな。1周目の段階ではね、ローで出てるんじゃないかなって正直思っている。まあね、後発言はもう2番さんしかいないけども、ローで出てるんじゃないかなって思ってるかな。あんまり、狼探してるかなって思ったんだよね。俺さ、狂人だったら狂人でさ、狼探すと思うんだよね、頑張って。発言には残さないかもしれないけど、なんか、白いの5番かなって言っときながら、理由も言ってないしね。もうちょっとなんかなんか、真っ当なこと言うと思うんだよね、教授。わかるかな？教授だったら真っ当なことを言って締めを取ろうとする。あとは、
自分視点のご主人を探そうとするはずだからって意味でね。まあ、それぐらいですね。だからもう9秒か。7番さん、7番さん、6番さん。ちょっと待って、俺2周目言うわ。あと4秒しかない。ごめんね。とりあえず、ご白ハーコのハーコ。2番のプレイヤーが発言します。はい、特にしようないです。うん、まあ、8の言った3から7の色落ちじゃないっていうのは、すげえ気持ちはわかるなと思ってて、はい、僕はね、3から7の間に2色固まってんじゃないのかなって思ってます。はい。だから、なんかもう狼がヘイト飼いたくないんで、ふわふわっとした発言をして、ヘイト飼わないようにスルスルっと抜けてったのかなって思います。で、占い先生なんですけど、1万3の8老軸っていうのの叩きに、なんだっけ、3から7へ精査しないっていうのを言ったんですけど、じゃあ1万3も3から7精査できるんですかっていうところで、若干不当だなと感じました。はい。ただ、8が本当に真だったら、3から7への圧掛けってできたと思うから、ちょっともうちょっと、なんか、そう、1番さんの言ってる8の精査、狼見つける気がないっていうのは、まあ、わかるかなっていう感じかな。8だったら3から7に2周目発言ちゃんとしてねとか圧掛けしてもよかったかなと思ってる。3番のプレイヤーが発言します。はい、まあそうですね。この1周聞いて、まあほとんど全員に触れていくと、まあ、4番さんに関しては2番手だから2周目かなと思っているし、主に進行論だったから。で、5番さんっていうのは、まあ、3、4の言っていたことをしっかりと汲み取っていたなっていう感じで、まあ、印象は良かったかな、パッション的にも。で、6番さんは何だろうな、なんか、ちょっとどういうふうに見たらいいかわかんないなきゃ。まあ、可愛いとは思ったけど、正直、怪しいっちゃ怪しいよねって思っていて、で、自分的には7番さんが一番気になったかな、なんだっけな。まあ、3、4は、進行論いいけど、4番の方が印象が残っているって言ったのと、プラス5番さんっていうのは、視点は同じって言った後に最後に5番さんはどうやって見つけていくかだよね、みたいな感じで言っていて、結局7番さんっていうのはどういう感じで言いたかったのかなっていうふうに思って、あんまり話がまとまっていないかなっていうので、ちょっと7番さんの話には違和感を感じた。まあ、6番さんも同様なんだけど、6番さんはどう見るかちょっと自分的にはまだわからないっていう感じですね。で、8番さんが、なんだっけ、2番さんにしろっていうことなんだけど、8番さんって、1番さんがあんまり興味はないんじゃないかと思って言っていたが、自分的には逆で、3から7に下手にあんまり殴れないっていうことは強靭で、あまりどっかに黒塗りするのは怪しい、ちょっと目立つっていうので殴れないのかなって思ったかな。で、まだ発言が終わっていない2番さんに白を出していることから、8番さんは今日なのかなと思って、逆に1番さんっていうのは5番さんに白を出しているんだけど、多分この半周聞いた中では、あ、1番さん視点ね。5番さんっていうのは5番さんっていうか、まあ大体の人は5番さん白いっていうふうに見ているから、そこにわざわざ今日だったら白を出さないと僕は1は信号だと思って。4番のプレイヤーが発言します。はい、2巡目よろしくお願いします。多分3番は対面で見づらかったんかもしんないけど、7番霊能で使用してます。で、一角してます、現状ね。かな。占い師に関しては正直まだわかんないかな。どっちも特に考察っていう考察あんまし落としてないと思ってるから。グレーだったら気になるのは9かな。なんか無理やり6、7の3理由を上げようとしたと思っているかな。9番が最初の不評価で6、7が精査が甘いって言ってたんだけど、9番視点でも3、4、5の精査って特段してるようには俺は見えてなかったから、単純に1巡目だ聞いたら6、7の発言の仕方で全然釣り位置に入ってる、来るんだなって雰囲気的な感じだったらまあわかるかなと思ったけど、精査が甘いっていう評価が一番引っかかったかな、9番が。まあ6、7、2巡目だねって言ってたけど、かな。でも無理やり上げようとしてる人物かなと思った。で、視点がなんか微妙かなと思ったのは、2番が3から7に2浪がおるって言ったのが、じゃあ1、8って心境に見えてるのって思ったけど、仮に2番が狼だった場合って、仮に2、8浪だった場合でも、8が強だった場合でも、グレって、あの中で8、9、1、2で、9しかグレーなくて、霊能も出てきてない状況下で、仮に騎士が出た場合って、めちゃめちゃ盤面詰まるから、イエスにするかで。僕だったらしないのかなって、ちょっと今思っちゃったぐらいかな。発言聞いた段階はちょっとうんって思ったけど、騎士出ないんだ。まあ俺はグレーで釣りたいんだったら9かな、3はちょっと把握も。5番のプレイヤーが発言します。はい。8番の、占い先って9だと俺は思ってたけど9じゃないんだね。俺の聞き間違いが8番どこだったんだろう。まあそれがわからないけど、8番が1とか言ってんのもしかして。
2番がなんで8、1を強で置いたのかな。あ、にしろか。そうなの。俺てっきりなんで強で置けんだろうかなって、ローじゃなくて強なのかなって、この周りのメンバーが2色いるんじゃないかっていうことだから、まあ、小規模で8、1が強になるけど、あ、にしろなのね。じゃあ考えなくていいね。とりあえず今日は。3番だとその霊能の把握漏れか。4番だと9番疑ってるって感じか。6番だと自分が SGC に今なってますよ、状態か。9番だと、なんか3、4、5の方が、あれで6、7が伸びてないって話だったんだ、1周目。ちょっとね、どうすればいいんだろうね、これね。だから8、1は何で出てんだろう。ローで出てるのか、強で出てるのか。ローで出てるとしたら釣り位置が大事だし。今日だったらどこ押すのか。村っぽい人を押すのか。締め上げるために、狼っぽい人でももう釣っちまえってなるのか。8番、1番の生産がついてません。はい。待ってます。いやー、どうすればいいんだろう、これ。3、4の話は聞いたんで、6、9の話次第で。ちょっとね、どこ行けばいいかがわからないっす。困りましたね。6番のプレイヤーが発言します。確かに色落ちのしない村ですよね。ちょっとね、試合になったらフレンド追加するか、どうですか。じゃあこれの解散にでもなったら開けるけど、うん、埋まってしまった。俺の方から追加すればフレンド追加になってないの。俺の方からじゃあフレンド追加するか、フレンド申請するよ。ちょっとね、雰囲気的には5番さんは、村かなという思いはするんですけどね、ちょっとわかりません。困ったよ、どうすんのこれ。守り1なのなの、81なの、セサが。僕は自分の村知ってるんで。噛まれたらきついよ、これ。後から、僕を怪しよう。怪しもうと思ってる人、いた人いたら、釣ろうかなとは思ってはいります。それぐらいか。じゃあ、もしかしたら、時間プラスしてきた人がいたら、申し訳ないですけど、ちょっと、いつもなってるよ。部屋のあれ呼ばれていつも行くけど、じゃあ次の方の発言、お願いします。あれできんじゃない？7番のプレイヤーが発言します。招待ができるんじゃない？違うの？6番さんは悪くないっすね。ができればいいんだけど、そうっすね。これは6番さん村だ。6番さん村だ。5番さんも多分村。そうっすね。怪しいと思ったところ、正直ないんですよね。どこだろうな。占いに関してはまだ一周目からしか聞いてないんだけども、その一番さんが、狂人は、まっとうなことを言うって言ってて、それで八番さんを狂人目で見ていたんすけど、まあ。八番のプレイヤーが発言します。おはようございます、タラリンです。1日目の2週目の精査を行っていきたいと思っております。そうですね、今日僕は3番さん、4番さんは釣りたくないですね。5番さんは1番さんの対抗ですけど、僕にとってはこれグレーなので、まあ正直ここは釣れない。まあ釣るとしたら僕は6番さんですが、多分今後精査が伸びない、発言が伸びない、要素が落ちない位置だと思っておりますので、6番さんは僕は釣らざるを得ないと思っております。そうですね。これ僕の寿命が多分あと2日ぐらい、多分下手したら今日紙に来る可能性もありますから、もう正直色落ち残せて1占いじゃないかと思ってるんで、正直もう今日勝負を決めないといけないなと思ってるんですけど、とりあえず今日の占い値は9番さんの発言を聞いて決めたいなと思っております。これ多分僕相手が狼だったら多分3日目ぐらいまで僕は噛まれないんじゃないかと思ってますけどね。心境だったら多分今日髪が入ると思う。9番
のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、4番さんに指摘されたんですけど、全体的にね、6番さん、7番さんあたりが全然色を落としてくれないかったから、こういう場面になっちゃったわけなんですよ。場面っていうかね、精査が、曖昧になっちゃったんですね。3番さん、4番さん、5番さんって結構進行論話してたから、だから3、4、5を村目に見て、6、7番あたりが怪しいかなっていう精査に陥ったっていう感じですかね。4番さんへのアンサーになりますけれども。で、6番さんは未だにね、やっぱり一番精査落としてないと思うんですよね、この中では。だから、ローはないかもしれないけど、今日はあるかもしれないんで、とりあえず6番さん言っとくべきじゃないかなっていうところが、8番さんと、視点が似てるんで、ちょっとだけ8番さんの新名が上がったかなと、私視点は思いましたかね。あとなんか喋ることあるかな。そうだなぁ。だからね、まあ、4番さんは、俺の位置じゃないからこの気持ちが多分分かってくれないんだと思うよ。トップバッターに近い位置だから。わからないんだと思う。多分。まあ、でも4番さんが俺を釣りをしてるってことは人狼もあり得るのかと思う。ワンチャン思うけども、ただそこはね、単純に殴り合わない方がいいかなとは思うんで。普通に6番さんが妥当、順当じゃないかなっていう感じはしますね。はい。1番のプレイヤーが発言します。はい。とりあえず2周目言いますって言ったことに関しては、67かって、初週に言ったのは、9番さんの発言ね、釣り位置67って言ったから。なんで1周目でその釣り位置上げれるのかなって、そんな予知したかなって思ってたからね。だから4番さんが僕の中では2周目で最終論だったから。4番さんって9番さんに叩いたよね。2周目の最初の段階からね。で、6番さんね、色落ちしない村だなって言ってけど、それは1周目の話で、2周目は全然色落ちしたと思うけどね。4番さんは9番さんがっつり叩いて、3番さんなんか7番さん叩いてたし、全然色落ちしたと思ってるんだよね。6番さんを、僕、白出てるんで、ほっとくけどね。今日はあるけど。で、8番さんがロー出てる可能性がさらに上がったかな。8番さん6、全然釣り落ちてたじゃん。今日だったら全然釣り落ちないと思うんだけど、俺。2周目も相変わらず8はロー出てると思っている。6番さん、6か9行きたいかな。6か9行きたい。あー、3番さんの把握も痛かったけどね。残しちゃまずいのは6だと思うんだけどね。2番さんの発言も聞きたいけど、6。2番のプレイヤーが発言します。はい、じゃあこの位置なんでかなり頑張ろうかなと思ってます。8、1がどっちも6釣り落ちてるから、僕は6に行きたくないです。で、まあ、霊能さんが正直、まあ、村が悪いっていうのもあるけど、霊能さんが正直使い物にならないんで、僕は、まあ、片白の位置ですけど、ランテージしようかなとすげえ思ってたんですが、1人は9なんだけど、もう一人どうしようかなと思って。でもまあ村目線で6釣りたいんだったら、じゃあ6級で僕がランテージしてもいいですか？すいません、片白の位置からとは思いますけど、6級のランでいいんじゃないですか？はい。4番も9番釣りたいって言ったし、6級のランで行きましょうかね。はーい。まあ6に関しては、もう盤面精査の段階でもう整理位置なんで釣らざるを得ないっていうのが僕の意見ですね。はい。で9に関しては、なんだっけ。6の共鳴が上がった、8の新名が上がったしか発言をしてないですよね。で、4の9叩きって、4は色結構落とす。あ、でもね、ごめん、俺9も釣り1ごめん、嘘だわ。3、6の欄にしたいですね。僕は3、6の欄にしたい。9って初心の発言で、6、7に、ヘイト向ける行為って、僕はローメ低いと思ってて、あの段階で色落ちしないのに6、7にぶったたきに行くって雑殴りするって、俺ローだったら少ないと思ってるから、ごめん、9はね、ローじゃないと思ってるんで、待ってマックス強だと僕は思ってるんで、9を外したい。ごめんなさい。まあ、僕の勝手な一存ですけど、3、6かな。3のね、7番さんの箱漏れはまあ痛かったと思ってるけど、別に3が黒いからとかじゃなくて、欄の方がいいかなと思ってるから。4の9叩きって割とまっとうかなと思うから。まあ、あとは占い師さんがそうだな。どっか統一占いしてほしかったけど、ちょっと言えないな、時間ないや。ごめん。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは
6番の遺言を発表してください。あ、僕すまらなんで、つっても意味ないです。はい、皆さん考え直してください。さよなら。夜が更けました。人狼に気をつけてください。騎士の方は夜のアクションを行ってください。え？私が悪人ですって？もう、怒りますよ。その疑いにはどんな根拠があるのかな？その疑いにはどんな根拠があるのか？いや、わかんない。8が3言ってる。それだけ。投票早すぎるわ。6番が早すぎて、投票を見てる精査しようと思って。噛まれたら噛まれたでいいわ、もう。夜が、もう白でいいんじゃない？もう6なんて、もう。昨夜は誰も死にませんでした。奇跡のグッジョブ。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。ちょっと今。なんか、ちょっと親来ちゃったんで、これ喋れないっす。すいません。とりあえず、6番さん、白です。8番のプレイヤーが発言します。おはようございます、タラリンです。2日目の精査を行っていきたいと思っております。超人かな？新境かな？僕が占いたかったのは正直9番さんなんですよね。正直僕に、いわゆる、同調というか、新上げをしてきたんで、あそこ騎士か。ありがたいわ。騎士7超え？あー、なるほど。25が騎士ってことですか。でも僕これちょっと2をやっぱ信じちゃうよ、これ騎士って。もうこれ、騎士釣るとしたら僕5番からやな。ってこと、これ5番がまあ強靭ということを考えればやっぱ1番が狼ってことか。つまり1番8番で進路だから、つまり3日目まで残るっていう可能性でしょうね。もうこれ僕が噛まれちゃった1番さんも釣られちゃいますからね。とりあえず3番白。やっぱ9番怪しいわ。9番のプレイヤーが発言します。6が白だったってことは、5、ん？ちょっと待ってよ。2号が対抗で出てるのか。じゃあ、どっちか人外ってこと？マジか。5番が普通に白かったけどな、初日は。でも2番さんは36のランテージをした意味がちょっとよくわかんなかったかな。あそこは6一本だと思うけどね、普通に。だって、ね、経費値でしょ？だけ、あ、結局なんだ、わかんないんだよな。9から3に変えた理由っていうのは。3ってなんか黒かったかな。よくわからんのだよな。いや、ちょっと待ってよ。どういう進行にすればいいんだろう、こういう場合って。ちょっと誰か教えてくんねえかな。占い決め打ちなのか、それとも狩人をローラーした方がいいの？どうする？これ。カリウドに人狼がいるパターンの方が多いのかな？どうなんだろう？ちょっとわかんないんで、カリウドさんの、ちょっと、あ、ちょっと待ってよ。8グッジョブ。7グッジョブ？ 8？8 が、8を守る？普通。ちょっとその、守り先がちょっと違和感かなっていうふうには思うんだけど、2番さんに至っては、ちょっと1番のプレイヤーが発言します。いや、9番さんちょっと怪しいな。やっぱり騎士8グッチョブが5番さんだぜ。2番さんが7超えって言ってんだよ。でね、俺視点なんだけど、8グッチョブ怪しく見えちゃうよ、5番さん。でもさ、言うか？強靭で出てきてさ、8グッチョブって言う？いや、俺視点さ、5白出てるから5、進化強のみなんだよね。強靭で出てきて8グッチョブって言うかと思ってね。すげえ難しいっすよ、奇声さ。どうしよっかな。4番さん決めてほしいかな。4番さんが、じゃあ占い行くか騎士行くか決めてほしいが、騎士ってなった時に俺、超難しいんですけど、今回。これ8がローだと思ってるんだよね。
8、9なんじゃないかなと思うんだけどね。正直難しいっすよ。だって8食っちょ。2番のプレイヤーが発言します。え？うん。だって8番さんって5占ってないよね。だから1、5、ローローなんじゃないですか？僕そう思いますけどね。今日1日はわかんないけど、1、5、ローローなんじゃないですか？だから5番さんが8でグッジョブ出たよっていうことによって、あ、でも1、5、ローロー、あ、でも8の死に上げ、でも5の、5がローで8の死に上げって、すげえ理的だな、ちょっと待って。なんで8グッジョブっていうんだろう。ちょっと待ってよ。あ、じゃあ5強なのかな。わかんない。5強の世界だったら1のシーンもあるのか。ちょっと待ってよ。か、占い神教で5がローで囲われてる線で、5の相方位置が最後残ってる線でしょ。でも8新世界だったら3は白だから、4か9にラス売るってことですよ。ああ、なるほど。で、9は、白森今痛かったね。あ、5、9、ローローとかで、1強人とかはあり得るってことか。5が強の場合は、1、8どっちもローあんのか。難しいな、ちょっと待って。あ、僕がね、あのね、3を入れた理由はね、別に、ね、3が黒かったとかじゃないよ。適当に、あの、ランテージしただけですから。はい。3番。のプレイヤーが発言します。でも2番さんがランテージしたときに3は黒っぽくないっていうことによって6の黒要素しか言ってないから結局6番さん釣りだっただけじゃないですか、うん、だから自分が入れられたときははぁって思ったし、2番さんに関しては昨日なんだっけ4番さんが9番さんを叩く理由は全うっていうふうに言っているけど、その前に2番さんっていうのは9番さんローには見えないって言ってるから4番さんのそのなんだろう、意見が全うっていうのが矛盾してないかっていうふうに2番さんに関して思って。で、5番さんは5番さんで2周目に関しては、うん、どうなんだろうねっていうふうに言っていただきだったから、何の色落ちもしてないなっていう、ところでどっちもどっちだなって思っている。で、1番さんに関しては昨日からずっと8番さんロジックで置いているにもかかわらず、8番さんが6を押したから強靭はないっていう、そういう理論なのにもかかわらず、グレーの中には6って言っているから、8ローだったら8、6ローローだって。8、6、ローローで8番さんが6を押してる構図もまたおかしいっていうので、1番さんも何を言ってるのか全くわかんないかな。だから、まあでも自分的には正直グレーの中で一番黒いなって思ったのは9番さんだったんだけど、まあ1がローあるかなと思っているし、8、1どっちも9番さんのことをローで置いているから、どういうライン切りなのかなっていうふうに思っている。4番さんに関しては、正直言っていることは一番真っ当かなと思っているから、あんまりローでは考えられないけど。どうなんだろう、今日。今さ、隠し色だもんね。隠し色だけど、強靭あると思ってるよ、2位の。今日1位行きたい。以上。4番のプレイヤーが発言します。まあ、騎士心境読みで、占い師決め打って、で2番が7声だから2番が残った占いで3番が霊能でいいんじゃないですか。3番じゃないや、5番が霊能声で8グッジョブ偽装、8グッジョブって言ってんならかな。だから今日は占い師でいいと思ってるよ。だから占い師でおかしいのが、1視点って騎士って心境覚醒だから8番って絶対的に狼になるから、何をそんなに、とりあえず1視点は絶対8釣りでしょ今日は 100%かなぁ。だから8進で1、9ローなんじゃないんかなぁ。1、5ローで8グッジョブな、仮に2が進で7グッジョブだったのを5番が偽で出てきて8グッジョブですよって1、5ローでスリミって全く持ってないと思うから、強靭でも占いグッジョブっていう必要性あんましないかなって思って、出てくる意味もないし、どっちにしても心境だと思って占い進路で、まあ、クロスっぽいことでいいんじゃないの？ 2 番が残った占い、5番が霊の声で、かな。だけど絶対占い師でいいと思ってるだけで、1が偽だと思う。
かな。まあ、8番の昨日のなんか、心境、心境だったらなんか3日目の残るとか、どういう進行を取りしようとしてるのか意味わかんないけど、黒さで言ったら人外目が高いのが1かなって思うかな。以上。5番のプレイヤーが発言します。うん。まあ確実なのは2番だけども、もう俺端守りしてるから1に行くしかないんだよね。1、うん。8、3の紙、なんか打ち合わせが悪くて紙なしになったらもうしょうがない。うん。始まった理由 ?1 番は6に行ったから。はい。1番、2番、6行ったから。うん。はい、2番はまあいいとしても、1番が6行った。8番は3番行った。6は白だと思った。うん。だから1番を守らずに8番に行った。うん。8番は6に行かなかった。で、7番、まあ6は白だからもう7回目抜かれてもどうせ白だろうと思って。まあ、どっちか2分1で守れればいいかなと思って。だからもう6に行かなかった8番を守った。真偽はついてなかった。ただそれだけ。6は白だと思ったから、7は守らなかった。じゃあ2番さん。8番守ってね。で、髪抜かれたら、まあ、1、2の順番でね。で、3番が9、4精査して。うん、1番の色を7番に見てもらう。がない。まあ、8、3でなんか打ち合わせが悪くてか、まあ、あれだったら、俺のミスなんだろうね。占いの真偽がついてなくて。うん。じゃあ、2番の巨人さん守れないと思うけど、8番噛まれたらオートで2番に行くけど、うん、本来は2番行ってほしいけど、まあ、8守りになってるんで、もう俺のあれは。残念だけど、まあ、1が真だったら、ミスだろうね。真偽がついてなくて。俺はもう1に行くしかないよ。んで、7守るから1の色を見る。ただ、白だった場合にはピピか。本来2倍投資が、まあ、しょうがない。8守りになってるんで、1行きます。はい。全部、私はただの。その疑いには、どんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番の遺言を発表してください。ごめんね。4番の言う通りだわ。いや、テンパっちゃってさ、だって8グッジョブって言ってんだもん、5番さんが。テンパっちゃってさ、俺ずっとテンパってたっしょ、だって今回の発言。おかしいんだもん。俺視点、強靭なんだよ、5も2も。なのに、5番さんは8グッジョブって言ってんだよ。テンポあるでしょ、普通に。まあいいや。とりあえず PP なんでね。巨人残ってるじゃん？多分5が死んで2が巨人なんじゃないかな。6、4、5出てんでしょ、7番さん。だよ、チャットスピードが8が遅いんだよ。だから負けなんだろうね。俺の守りがミスったんだろうね。神なしかなんかなんじゃねえかな。8が3か凝った周もすんだよね。嫌な予感がするんだよね。1死んだったら、まあ8が3か凝った周がプンプンすんだけど。負けなら俺のミスだわ。守んなきゃよかったよな。1も6行くなよ。白しかないような人に言ってる時点で守れねえだろうよ、もうよ。まあ、白だったら負けなんで、PP。昨夜は、PP じゃねえじゃん。の方が亡くなりました。9番、黒か。のプレイヤーが発言します。まあ、1黒。うん。やっぱ人狼でしたか。そうだよな。2って隠し色だからあって教授に。奇跡の8グッジョブ残ったんだ。うん。わかんなかったよ、6。うん。一応ゲーム作ったぞ。っていうか。6番。村だろ、絶対6番。狼なわけねえだろ。今日2番だろ。9番。どうすりゃいいんだ、これ。おい、村だったら負けるぞ、これ、もうこんな。3か 4?な、もう9番村だったら負けるな、これ。難しいですね。2番しかないよ。2番行って。3番さんが言ってるのは、俺はなんか、3番さんが言ってるのは、まあ、2番。9番村ならもう負けだね。なんだっけ。要するに、3番さんも4番さんも。4番は正気で言ってるもん。言ってるから、これと言って黒目を上げられないんだよな。まあ、もう無理だろ、9番で普通行っちゃう。どっちなんだろう。マジでわかんない。いやー、もう4だったら負け。9番が黒すぎるから、もう村だったら負け。
もう3番のローってる時点でもう無理。この人無理。PP になり得るんだよね、村だったら9番が悪い。ちょっと。だからさ、なんでさえ、わかんないんだけど、3番さんとか4番さんは俺にヘイトを向けてるけども、俺も、スムラなんすけどね。3番さんが4番さんに乗せられちゃってるのかなんなのかよくわかんないけど。2番のプレイヤーが発言します。はい、じゃあ5番さん、新騎士さん、決めた方がいいですよ。はい。4球釣り切れば勝ってるんですけど、今日精査間違えると、教授の僕残っちゃうんで、PP です。一旦僕釣って4球精査するか、4球釣り切る過程で、4球の新騎士ちゃんとするか。はい。5番さん選んでください。が、いいと思います。まあ僕はね、人外確定なんでね、別に僕に名も使ってもらってもいいですよ。そしたら明日4級精査なんで。はい。どっちがローかな、俺はわかんないけどね。はい。釣るのか、まあ今日の時点で4級精査して当てるのか。まあ結果は変わんないですね、4級精査って。勝ちが2白3白出してるんで、4級の精査に出てくるけどね。はい。まあ僕釣るか、4級の段で行くのかは、5番さん決めたらいいんじゃないですかね。はーい。3番。のプレイヤーが発言します。はい、やっぱ2番さん強靭でしたね。で、9番さんに言っておきますが、あなた目線っていうのは4番さんしかいない。8番さんは昨日、3番に白なんで、はい、自分は隠し白です。だからあなた目線は4だけ、4番さん目線も9だけっていう感じで、その時点で9番さんっておかしいかなと思ってるし、なんだっけ、3番が4に乗せられてるだけとか言ってるけど失礼だなと思ったよ。ちゃんと考察しているから。もう現状で発言精査だし、把握漏れしている時点からもう9ローが硬いかなと思って、1級ローローかなと思っています。はい。まあ、4番さんの発言も聞きますけど。まあ、自分もね、初日霊能が出てたことちょっと見えてなかったんだけど。まあ、そこは申し訳ないけど。まあ、現状9番さんから4番さんの話も聞きますが、以上。4番のプレイヤーが発言します。まあ急で終わるとは思ってはいるが、超安全策で行くんだったら二が狼の三強ケアで、まあ二が狼だったらグッジョブ出すしかない。ん？あ、ないわ、二が狼ないわ、隠しろだった、ごめんごめん。じゃあ急で終わるわ。今のハクモリ天かな。普通に自分が釣られる未来ってあんましないと思ってたんだけど、まあ一音の否定は俺がめちゃめちゃ一に釣りをしてるから客観視でもないと思ってるから、まあ、急の来る要素はまあハクモリプラス一巡目で、まあもう一回一応言うけど、9番が初週で6、7の精査が甘いって言ったんだけど、9番がなんか自分の視点立てば分かるって言ったけど、それを言うんだったら3、4、5で9番が村要素拾ったってどこが村要素だったの、逆に。進行論しか話してないのに。かな。アンサーになってなかったかな、そもそも9番に関しては。かな。雰囲気的に6、7が怪しいってなったらまだ分かったかな。で、9番が精査が甘いって言ったのは釣り理由を無理やり作ろうとしてる人外に俺は見えたかな。まあそれでも6釣ったのは単純6の方が情報が落ちないと思ったからね。9は一応発言はしてるから情報はこれからでも全然落ちると思ってたから6釣ったっていう感じかな、初週の釣り位置に関しては。かな。で、9で行ったら終わりです。以上。まあ5番が5、まあ7番発言できなさそうだから、5番が決めていいよ。5番のプレイヤーが発言します。まあ9ローだと思うけど、早く終わるなら94だったら負けていいんじゃない。無理でしょ、9番3、あの8の占い先も把握してるしないし、81精査の時に騎士から行こうとかって言ってるし、9が3に言ってる時点でダメだろう。別に4番の2のあれはそんなにマイナスじゃないと思うわ。村要素がないさすぎる9の方がもう無理だと思う。村だったらそりゃ9番が悪いと思う。いろんな意味で。普通に8、1精査でしょ。2、5じゃないでしょ。
で、8が、もう、あれ、7の出した色結果は9の時点で分かったよね。で、3番と4番を精査に入れてるし、もう無理でしょう。あ、まあ2番行って、俺はもう悪いけど9番に行かざるを得ないと思うわ。4番だったらまあしゃあない。一周目の輝きがもう失せて、2日目からなんか別人な人に生まれ変わって過ぎてるから、もう悪いけど9番客観的に見て無理なんだよ、もう。まあ、7-3 の奇跡のミスリードにかけるしかないんじゃない？まあ、俺は9番に行くしかないけど、7番、まあ2番行きますか ?7 番。あ、7番だっけ最後のは。最後の7番だっけ。まあもう9で決めて、9で負けたらもういいってなったら俺は9番行くよ。多分、生き残ってでも4番に行く未来はもう多分ない。まあ、7-3が納得するなら2番でいいよ。7番が2ってなら2でいいよ。まあ安定策取ります。俺は9行くけど、2って9ね、俺は。7番。のプレイヤーが発言します。多分5番さんで終わるんじゃないですかね。5番さん騎士なんでしょ。だから多分もう5番さん行って終わりっすね。お疲れ様っす。全プレイヤーの発言が。何言ってんだよこいつよ、マジだよ。マジで何言ってんだよ。もう怒りますよ。いや、本当にゲームしっかりやってくれない？さ、7がひどすぎてさ、ちゃんと言ってくんね。9番じゃなかったらどうすんの？プレイヤーは、まあ9番だと思うけど、これは。俺は残念ながら、もういろんな。ごめん、2番さん、ごめん、マジでごめん、2番さん。奇跡のグッジョブ炸裂。